回私たちが泊まったホテルは空港から車で約20分グランドハイアットバリ。5つのプールとウォータースライダーがおすすめ。ちなみにサンセットで有名なアヤナリゾートはこちら側。こんな感じ。はい、洗面所。洗面所、洗面所って言わなくない？なんていうの？手洗いは？洗面所。洗面所でいいのかな。ここに、あ、ここにもちゃんとあるし。お水は1日2本、1人2本、2本じゃない1人1本くれるんだって。面白いよね。うん、いいよね。ここに鏡があるのいい。あ、鏡か。うん、ここ、ここ閉められないんだ、そういえば気をつけなきゃね。びっちゃびちゃになっちゃう、ここまで。あ、そうだね。イエーイ。上のシャワーと普通のシャワー。水圧チェック。え、結構あるよね。なんかさ、待って待って待って、こっから出てるんだけど。はい、ちょっとびしょ濡れです。はい、ここで荷物が置けるところとセーフティーボックスだね。ね。あ、ここにバスローブもあった。もし荷物かさばりたくなくて持ってこなかったよっていう人はある。気になるね。何？何これ？靴磨きか。へその緒かもしんない。はい、靴筆がランドリーだって。そんな感じ。なんかすごい歴史を感じるね、これ。ハンガーめちゃめちゃいっぱいあるね。傘まであるよ。はい、はい、では次、うなぎ。な、本当にうなぎじゃない？うなぎだって言ってんじゃん。お待ちかねのベッドルームです。これがウェルカムフルーツだよね、多分。散乱してるけどね。あんまり綺麗じゃないよね。どうして？で、ここにソファーがあって、ベッドはダブルかな。これはダブルなの？キングじゃないの？キング？めちゃめちゃ広いよね。でもここにね、収納できるのね。はい、ここにも鏡があるね。やっほー。時計は？時計、今の時刻は、あ、日本時間のままだった。俺の合ってるよ。現在時刻は10時12分。おかしいですね。で、ここでエアコン。エアコンは普通にあれだ、日本と同じ何度でできるやつだ。 F のところとかあるよね。うん、あ、 USB そのままいけるじゃん。ほんとだ。とテレビがあって、もっとあったね。もっとあるって書いてなかったからさ、ないと思ってたもん。うん、はい。で、ここがね、カップラーメン作られるね。イエーイ。なんかよくわからないスペース。なんかさ、ワンちゃんとかここに寝れそうだけど違うよね。はい。贅沢だな。はい、お外。あ、いいね。いい感じのバルコニー。ちょっと暗いね。これはお昼撮ろうかな。はい、という感じで私たちが泊まるルームツアーいかがでしたでしょうか。はい、ということでおやすみなさーい。おやすみなさーい。